お気に入りチャンネルです、今日の話題はですね、沢村忠さん、キックボクサーのですね、沢村忠、日本のキックボクシング界というか、もう世界ですね、キックボクシングというあの新しい競技が生まれ、それをその名前を背負い、それを黎明期に育てた、そのキックボクサーですね、沢村忠さん。その沢村忠さんの、沢村忠夢をぶん回すオープンフックっていうタイトルで、ちょっと話してみたいと思います。はい、沢村忠さんですね。沢村忠といえば、まあ、代名詞といえば、キックの鬼ということですね。我々、僕は1961年生まれなんですが、我々の、昭和生まれの世代ではですね、沢村忠をまず知らない人間はまずいない、男の子はまずですね、知らない、人はいないというくらい、もう非常に有名な、一時代ですね、もう、席巻したですね、人気者でしたね。沢村忠、ちょっとウィキペディアの方から調べましたけども、1943年、昭和18年生まれで、21年、今年の令和3年3月26日に亡くなっちゃったということですね。亡くなった時にこんなことをまた思い返す前からいろいろと語りたいと思ってたんですけれども、すごく私がね、影響、結局亡くなってからよくわかるんですね。ものすごい影響を受けていた。人物ですね。本名が白羽秀樹さんで、キックの鬼と呼ばれたということでですね。私が小学校ですね、の高学年、もうそうですね、小学校の6年ぐらい、5年か6年ぐらいからテレビでキックボクシング見始めまして、その前からやってたんですけどもね、その頃、まあ、ブルース・リーとかですね、そういったもの、格闘技、立ち技の格闘技が、非常に流行るような、流行るというかね、内容になるんですけども、その頃にもう、沢村忠とやっぱキックの鬼ということでですね、もう、アニメにも、もうなった、もう同時進行ですね、キックボクシングという競技が、テレビで、とかで、生とか放送されている時にですね、同時進行で沢村忠のキックの鬼というアニメがですね、まあ、放映されるなどですね、もうともかくすごい人気だったはずです。沢村忠さんといえばですね、まあ、ともかくこの、ちょっと写真をですね、日刊スポーツさんの方から、借りてきたんですけども、このようなですね、しなやかな、ものすごくしなやかな蹴りでですね、特にハイキックですね、もうハイキックが美しくて、本当に素晴らしい、格闘家でした。代表的な技がですね、真空飛び膝蹴りということでですね、これ写真もまた、あったので、お借りしましたけども、まあ、こんな感じですね。空中飛んで、もうこれ、こう、キュッとすぐ上まで飛んで落ちてくるところの写真なんですけども、このような、技がですね、まあ、ともかく、毎週毎週って言っていうくらいですね、テレビで映ってました。で、戦績がですね、241戦。232勝、228KO の5敗、1分けということでですね、すっごい信じられないですね。約11年ほど、選手をされていたんですけれども、その間に241戦しているということでですね、でこれもウィキの方に、ウィキペディアに書いてあったんですけども、一説には500戦以上戦績あるともうされているかもしれませんよね。っていうのが、もう、沢村選手といえば、もういろんな土地に、もう全国巡回して、試合を組んでたはずですよね。ですので、もう、沢村選手が出ないし、その興行というのはありえないわけであって、ですんで、テレビに映ってる、その興行される、以外にも試合があったかもしれません。これは憶測です。僕もわかりませんけれども、でも、ただ想像されるような、ような気がし、
こそできますね。はい、で、まあ、毎週ですね、月曜日、沢村選手は1ヶ月に1回ぐらいですかね、見てたのが、出てたのが、ちょっと頻度はちょっと忘れましたけども、ちょっと思い出すと、見てると沢村選手が出てくるっていう感じでした。で、沢村選手がやっぱり出るとですね、やっぱり、TBS の、月曜夜7時からでしたかね、確かね。その時に沢村選手が出てくると非常にもう楽しみで楽しみでですね、ちょっとこんな試合やってましたね。なんかこうね、というような感じですね。すごかったですね。で、沢村忠史といえば、真空飛び膝蹴りなんですけど、まあ、華麗なる、回し蹴りとかですね、本当に蹴り技がものすごく美しくて、で、もともと空手のですね、一流の選手で、それはプロモーターの野口さんが、まあ、日本にですね、キックボクシングを広めようということで、まあ、引っ張ってきたっていうような形で、で、いろんな経緯があってですね、活躍するようになったんですけども、で、沢村さんといえばやっぱり、その蹴りですね、美しい蹴り、速くて美しい、破壊力のある蹴り、そして真空飛び下げりなんですけども、ちょっと後でですね、僕はちょっと、いつも思ってたことがあって、それをちょっとがこの試合に見えているので、ちょっとこれを見てみたいと思います。今日は沢村のファイトに初めて挑戦するナムカブアンですが、ナムカブアンが第3ラウンドあたりからようやく体がほぐれ、パンチの打ち合いになり、自分の射程距離に入ったと見たんでしょうか。このラウンドあたりはちょっと動きが、これまでの動きとは違います。勝負をかけております、ナムカブアン。沢村は左のストレートを振るった。これでフックですね、フック。ものすごいフック打ちます。右のスルタ入った。左のフックも入った。フック。足を止めてのものすごいパンチの打ち合い。思いっきり沢村が振る。左右のフックを思いっきり振りました沢村。膝蹴りです。膝蹴りを離しました沢村。頭を押さえての今度は膝蹴りに行きました。さあ相手のボディを寄せる。真空飛び膝。決まった。真空飛び膝が出ました沢村。まあ、こんな感じでこういうようなですね、そうギャッと空飛んで、宙を飛んで膝蹴りを決めるっていう空中飛び下蹴り、空中真空飛び下蹴りですね。でもう沢村選手っていうのはすごいサンプル力があったらしくて、でそれでもう美しいですね、それは鳥が飛ぶような感じで、真空飛び膝蹴りを蹴っていたっていうのをですね、見たのをよく覚えています。で、沢村選手ですね、そういう感じで僕がなんか小学校6年ね、それから中学校になって、ブルース・リーが出てきたりとかですね、格闘技、蹴り技、ものすごく影響を受けてですね、まあ僕だけじゃないですね、僕の年代の、男の子、昭和60年代生まれとかですね、まあその前後ですね、そういう頃に生まれた、人たちはですね、もうブルース・リーとか、沢村忠史とかですね、特に東洋人が、世界に出て、世界のスポーツですね、世界の格闘技を引っ張っていくっていうような形ですね。それを見て素晴らしい、すごいもう本当に、アジアの夢を見たのではないでしょうか。ブルース・リーがですね、模様ドラゴンという映画を引き下げてですね、登場して、それでもう世界中のですね、もう欧米人からね、東洋人まで世界中の人が、ブルース・リーに憧れて、
で、ね、東洋人の大きな、ね、小さい男なのに、その、そこにね、すごい強さを見て、それで憧れて、空手とか、キックとかですね、あと、中国拳法とかですね、いろんなこう、格闘技をやるようになるわけですね。それで、その頃にですね、沢村選手っていうのは、野口、プロモーターが、広めようということでですね、立ち上げたキックボクシングというのをもう最初手弁当から始めてですね、で空手からで最初ですね、試合にね、ムエタイの選手と戦って惨敗して、それで、もう一回よしやってやろうということでですね、練習してそれで、キックの鬼となってですね、で野口プロモーターがキックボクシングというですね、新しい競技の名前をつけて、それを世界に広めた。で、やっぱり今考えてみますとですね、その後に出てくるいろんな格闘技もありますけれども、いろんなね、キックとか、K1 とか、いろんなものがありますけど、やっぱり沢村選手がいなかったら、沢村選手がここまで頑張んなかったら、もう今の、格闘技界というのは、まずなかっただろうというような、これはもう過言ではなくて本当にそうだと思いますね。それくらいの活躍を成した選手だと思います。なんですけどもね、それで僕の方が沢村選手すっごく覚えてて、るのはですね、もうそのいつも勝っている、勝ち続けている沢村選手はですね、中学校2年の時ですかね、沢村選手がですね、もう強敵のですね、タイの強敵、あの頃、確か、タイのですね、タイには、キックボクシング、ムエタイのですね、大きな団体が2つありまして、ルンピニーとラジャダムナン、それ国営と、それから、確か軍の方で経営してる、2つの団体があるんですけども、その中の、ルンピニースタジアムの方での、確かランキング4位ぐらいじゃないですかね。ということはものすごい強敵なんですね、日本人にとっては。その、中ちゃい、ルーク・パンチャマーっていう選手とですね、戦ったのが、記録によると昭和50年、1975年7月19日の後楽園ホール、これ土曜日だったらしいですね。で、これの試合をですね、僕はテレビで見たんですよ。それがですね、その頃、毎週月曜日の夜7時からですね、TBS で、放映してましたので、僕の方は、すると1950年の、その2日後ですね、月曜日に見たじゃないかなと思いますね。ですんで、昭和50年、1975年7月21日、で、青森県十和田市で僕行ったんですね。青森県の十和田市というところ。そこの十和田観光電鉄の十和田駅というところの町屋市で僕は見たんです。その時ですね、僕はもう夏休みに入ってたと思うんですね。それで、十和田市からバスで青森市まで行きまして、それで、その頃通っていた、成長の家というですね、宗教団体の連盛会に行きまして、それから帰ってきた、電車で帰ってきたんですね。それで、三沢駅から十和田市の駅まで行って、その十和田市の駅行って、降りたあたりに、キックボクシングの放映をしてたんでしょうね。で、本当によく覚えています。夏の夕暮れ、まだですね、薄明かり、まだ真っ暗じゃなかったですね。7時台でしたので、ですね、夕暮れっていうか、暗い夕暮れの十和田市駅、その頃の十和田市の駅のですね、映像がありました。これ、田中正康さんのですね、ブログのところにありましたので、これも紹介しておきたいと思いますけども、その十和田市駅のところもですね、まあ、待合室、まあ、ちょっとイメージですけども、これは実は、福島の方のですね、駅なんですけども、まあ、今、テレビはこんな感じで液晶になってますけども、その頃、まあ、雰囲気的に言うとこんな感じですね。駅があって、そこにテレビがポツンと一台、こう、ね、上に、にありまして、それで、それを、見てたら、帰ってきてみたら、電車、ね、改札から出てきたらやってるっていうので、それを見たんですよね。そしたら、その頃ですね、中ちゃい、ルーク・パンチャマーというです、の選手と沢村がやるということですね。で、その頃は、中ちゃいという選手が、もう日本人と戦うとことごとくノックアウトしちゃうんですよ。ですんで、その、
それでその時にもう最後の取り手が沢村っていうことですよね。ということで沢村選手とやるということでもうすごい緊張感で見たのを覚えています。でもちろんそのもう結果は出てるんでしょうけども、その頃田舎でもありますし、ね、新聞スポーツ新聞を撮ってるわけでもない、情報が遅れてるわけですね。ですので、まあ、生中継に近いような気分で、見たんではないかと思います。それくらい非常に興奮していました。その試合をですねちょっと見てみたいんですけども、とも壮絶な試合でありました。ワンツーでしたね。はい、しかし最近は沢村も顎の方はだいぶ自信を持ってきたんでしょうか。そうですね、がっちり顔面で受け止めました。右のフックは沢村、パンチ落ち合い、右ストレート、中段攻める、中段攻める、もうフックフックですね。フックでガンガン打ち合いますね。パンチ、すっごい空振りですね。沢村のパンチ、ものすごいですね。このラウンド両者とも勝負をかけているんでしょうか。かけてますね、特に中茶かけてますね。中茶が追っていく、はい、回し蹴り、おーい、倒れた、後頭に回し蹴りが見事に入りました。肩が入りました。沢村どうか、起きてきました。沢村起きてきた。中茶が攻める、中茶に攻める、沢村ピンチ、大ピンチです。ここ何年間か、でここでですね沢村が倒れてですね、また起き上がってくる、本当にもう大変な試合でした。で回し蹴りは空振りです。沢村の逆に相手の頭を狙う回し蹴りは空振りです。空を切りました。膝蹴りの連打、ここら辺沢村は非常に押されに押されまくりますね。シューチャー、ルークパンチャーマーという選手にですね、現実的に沢村はライト級なんですね。で、中茶はウェルター級ですので、1階級違います。で、今で言いますと、ジュニア、ウェルター、あるいはスーパーライト級ですかね。っていうので、2階級違うわけですね。2階級違う選手とやると、今度パンチとか、ものすごく違うわけですよ。そこで、だけど、沢村は、他の、まあ、ウェルター級の選手がもう、負けてるということで、沢村がですね、まあ、受けて立つというような感じで、試合をやったんじゃないでしょうか。やらなきゃいかんということをやったんじゃないでしょうか。これはもう完璧に真剣勝負です。いろんなこと言われてますけども、もう、沢村にはね、八百長は一切合戦ないですよ。僕に言わせますと。まあ、いや、とにかく見てみますね。この辺の攻めは非常にしつこい中茶。第3ラウンドまもなく終わろうとしております。もうこのラウンドのナックアウトはありません。沢村回し、沢村がボディで第4ラウンドに入ります。ここで沢村は意を決している部分が出てきますね。ワントゥー入った、中茶のワントゥー、沢村もパンチを狙っています。またまた第4ラウンドの激しいパンチの打ち合いですが、沢村が鼻血を出しています。沢村はパンチ当たりませんね。沢村が珍しく鼻血を出しています。耳の中を切ったことがあります沢村ですが、鼻血は非常に珍しい。すごいすごい、右のストレートは強烈でした。沢村放送席の目の前で倒れています。起きないかもしれませんよ、まだ寝てます。沢村が倒れました。痙攣しています。沢村が痙攣しています。でここでですね、沢村選手、意を決している部分がよくわかる部分が出てくるんですよね。でちょっと速度を変えてみてみますね。ここで沢村はですね、今スイッチしてるんですね。沢村はソフトボックスのはずですけども、どちらも構えられます。今、右構えにしています。本来は左構えで、左側上の方が前に出てるはずなんですけども、そこで、中茶の方から攻められますけども、今、右足が右に出た形でキックを打ってますけども、はい、回り込みます。回り込んで、中茶のジャブを受けます。ジャブを受けました。ここですっごいフックが出てきます。沢村が
押されていきます。そこで沢村選手、沢村ただしは今度右が前のところ、で右が前のところから左の利きを蹴っていますけども、今度意を消したんですよ。今度右、左が前になります。左が前で思いっきり蹴るということで蹴るんですけども、体が開いてますよね、蹴ってね。意を消して蹴るんですが、ここで左のジャブを打って決定打で思いっきり右で蹴ってやろうというところに、思いっきりストレートが入ります、カウンターで。もうマットに、後頭部打ちつけて敬礼してしまっています。このシーンはですね、青森県十和田市のですね、駅の待合室のテレビで見ててです。僕はもうものすごい衝撃を受けてしまいまして、覚えてますね。なんか本当に悔しくて、なんだろう。相当1、2週間ダメだったんじゃないでしょうか。ダメって本当に、なぜなんだろうっていうようなことをですね、思いながら、の悔しさがですね、止まらなかったですね。はい。なんですけどもね、その後、沢村選手は、確かですね、このチューチャイ・ルック・パンチャーマーとの試合の後に、確か1試合か2試合、僕は1試合見たのをテレビで見たのを覚えています。その時は白いトランクスでした。で、本来はですね、その頃 TBS の、日本キックボクシング協会の、のトランクスをですね、チャンピオンは黄色いトランクスを履いてるんですね。ですけども、その黄色いトランクスではなくて白いトランクスを履いてました。そういう何か意を消したような感じでしょうか。その時に確か、その時は確か解消したと思います。だと思うんですけれども、なんか気の抜けたような感じの沢村選手を見たようなことを覚えています。今ですね、思いますとですね、この沢村選手のですね、沢村ただしの、この蹴りの華麗さとかですね、それから真空飛び上げ、もう本当に美しい技。で、もちろんですね、そのパンチもですね、フック、強烈なフックだと思うんですよね。だと思うんですけども、僕は、ちょっとだけこう空手をかじり始める頃なんですけれども、その頃なんで沢村選手っていうのは、こんな大ぶりなパンチを振るんだろうといつも思ってました。それはですね、いろんな考え方があると思うんですけれども、沢村選手、もう241戦もやってるわけですね。それで、相手の選手、そんなたくさんいるわけじゃないですよね。ですので、いろんなことを書かれています。で、実際のところですね、まだ読んでないんですけども、この細田正史さんの書いた沢村正史を真空、に真空を飛ばす男というですね、その本。これちょっとこれ読んでみたいと思うんですけども、このですね、ダイジェストをブログの方で書いていただいていたので、ちょっとそれも見てみたいと思います。で、それでナンバーですね、スポーツグラフィック雑誌のナンバーのナンバーウェブのところでですね、この記事が出ているんですけれども、真空飛び下げりの沢村大使はリアルに弱かったのか、243フェイク試合だった疑惑を検証するということですね。で、ここに書いてあるんですが、沢村が強かったのか弱かったのかとかですね。で、実際のところある種こうフェイク的な試合が、なくはなかったみたいなことを書いてるんですね。で、もちろんそういうような解釈的な仕方としては僕はそういうことはあり得るとは思います。思いますけれども、僕の解釈というか考え、見た、ファンとしてのですね、思いとか見た目というのはですね、やっぱり沢村選手というのは常に全力だったと思いますね。もうはっきり言って、ともかくですね、空手から入って、それで、キック、ムエタイの強さを知り、そして、このすごいものをですね、自分のものにし、そしてそれを広めてやろうということですね。で、沢村選手は本当に人格者であり、すごく優しい人でもあったし、いつもですね、リングで、試合が終わった後ですね、子供たちとかにですね、真空飛び下げ見たとかですね、本当にすごく子供たちに優しい言葉を投げたり視線を持っていたはずなんですね。ですんで、みんなに夢を与えるために、僕はフェイクの試合というのはなかったと思います。で、ただ沢村選手、
ただですね、思いっきりパンチ振るんですけども、思いっきりパンチ振ってですね、思いっきりフックの、打ちまくるんですね、フックを。で、これがオープンブローみたいな人間味にですね、なってるのは、僕は、よく見てました。で、なんだろうと思うんですけども、僕はね、その相手と例えば、仮に格下みたいな相手だとしても、思いっきり失権勝負を、沢村選手は、してたのだと思います。そのためですね、ともかく夢ですね、この一撃、その蹴りにですね、夢を託してですね、僕はパンチを打って本気で勝負をしていたのだと思います。で、特にですね、パンチ、沢村選手は、空手の選手ですので、沢村選手はもう、空手が土台にあるので、僕いつも思ったんですけども、後々ビデオを見ながらでもですね、もしもこの沢村選手がこの前の中でフックフックフックで行く時もあるんですけども、その中で思いっきりストレートを打ったら、そのストレートを打ったらですね、違ったものになるんじゃないかと、僕は思ってました。もしもこの距離でフックではなくて思いっきりグリップの効いたストレートを入れたならば、沢村選手違った、もしかしたらすぐさま入っちゃうんじゃないかみたいなことを思いながら、なぜこのような無駄な、言っちゃ悪いですね、無駄っていうか、言い方は悪いんですけども、なぜこのような大振りのフックを振るんだろうかっていうようなことなんですけども、僕はね、そこの中に沢村選手の凄みというのを感じます。こういうですね、この沢村選手のですね、大振りのフックですよ。この大振りのフックが、何を託したかっていうと、もう、例えば、なんていうのかな、思いっきり相手に、力を引き出して、思いっきり相手と打ち合って、その後に引き出した後に、夢のですね、チェック飛び下げりですね、子供たちが見たい、高いお金を払ってですね、会場まで来てくれるお客様に見せてあげなきゃいけないということですね。思いっきりその真空飛び下げにつなげるためのですね、技を、また引き出すための、思いっきり空振りのフックではないかと思います。僕はですね、それをですね、夢の空振りフックと、勝手に呼んでいるんですけれども、これはですね、ある種例えば、長島のですね、長島のもうこの空振りの残像ですね、これに匹敵するような、もう、それくらいのすごいですね、沢村忠の真空飛び膝蹴に匹敵するような夢の空振りフック。これをですね、ぜひですね、もう再評価、勝手に自分で再評価してですね、沢村忠にですね、沢村忠に、本当に感謝を述べたいと思います。本当にもう、ね、大変な、ことをなして、なおかつ、ここまでですね、著名人になりながら、その後全く、引退した後はですね、テレビに出ることもなく、また、キック界に、残ることもなく、記録によりますと、自動車修理工場を経営したとしていたという話もですね、聞きましてですね、なんでこんな地味なことをやる人なんだろうと思ったんですけども、でも子供たちに、やっぱり空手を、教えてあげたりですね、本当に夢を、ですね、本当に空手というものが好きで、そしてそこの夢ですね、格闘技の夢というものを伝えていきたいというようなことをですね、言ってきたんだなと思って、本当に、素晴らしい人だったんだなと思って。で、僕は沢村選手が、を見てですね、その後、富山勝選手もものすごく好きになって、キックボクシングが好きになって、それで高校になって、高校空手部に入って空手をやったりもするようになるんですけども、でも本当に格闘技が好きになれたのは、ど真ん中にやっぱり沢村選手がいたんじゃないかなと、いや、今でも本当に思います。本当にですね、そう思うとですね、この、また、動画、ですね、残った、動画を見たりするとですね、この沢村選手の思いっきり夢のフックがですね、ありがたく思えてきます。そんなわけでですね、
今日はキックの鬼沢村忠志、選手のについて、語らせていただきました。沢村忠志夢を分回す総分フック、いろんな動画がありますのでリンクを貼っておきますので、それでまたリンクさせて、動画ちょっと使わせていただいたりとかしたものはですね、 YouTube の方にクレジットを載せさせておきますので、ぜひですね、沢村選手、あとそれからかつてね始まった頃にキックボクシングをね皆さん見ていただいて、またね、そこから続いていく K1 とか、今の格闘技もまた素晴らしいものと思いますので、それをもまた見ていただければと思います。はい。どうもありがとうございました。ボクシングリーズチャンネルでした。